さくらじお始まります。小野さん、またよろしくお願いします。はい、昭和歌謡の魅力を語り尽くそうというところで始まったさくらじおなんですけれども、演歌があり、歌謡曲があり、童謡があり、またそんな中でポップスとかね、クラシックとかいろんな歌があって、でね、叙情歌っていうのがありますよね。よくぞ言ってくれましたね。そんな感じですか。だからほら、青春歌謡に行く前にね、実は僕はやっぱり本当に土佐の田舎町の小さな漁村じゃないですか、生まれ育ったのが ね生まれ育ったのが、はい、でその当時やっぱり、幼稚園とか母親の歌声とかね、聞きながら出船とかね、そうですね、波の音があって、で、また見事にその白い砂浜がありますから、私の田舎では白浜って呼ぶんですけど、地名を。夏になるとそこに入り浸りで水泳をして、真っ白な砂なんですよ、で白砂でがあったり、で当時の童謡叙情歌で出船があり、ハブの港があり、そんな歌いっぱいあったじゃないですか、叙情歌で。あ、そうかね、え、今宵で船か女子漁師やっていう、そんな町なんですよ。なるほどね、やっぱりなんかそうですよね。なんか私たちはちょっとこう、私は別府で生まれ育ったので、なんかその別府のこう、なんていうのかな、そこに息づく人とか、そういうのがすごいやっぱり体の中に入り込んでるなと思うことは多いんですけれども、やっぱりなんか日本のそういう風景っていうか、なんかこう、なんか染みついたものってありますよね。ありますよ。で、別府なんかほら、僕なんかから言われたら大都会ですよ。あ、そうか、本当に裏ぶれたね、あの太平洋ですがね、その小さな田舎町にで、まあ綺麗な海辺があるんです。そこでほとんどの町の職業は漁師さんで、で、まあ僕らの世代的には、中学出たら半分ぐらいが大阪に、就職してっていう、まあ、時代なんですね。で、もう西日本で生まれ育つとやっぱり大阪っていう時代ですよね。で、その何割かが漁師になって、という町なもんで、叙情ありすぎ、叙情あり、本当ですね、ありすぎ、海があり、山があり、波があり、白砂があり、本当だ、日が昇って日が暮れて、だからほら、なんかこう、なんかさっきね、だからそういう中でこう、小野さんの心に刺さった歌っていうのはやっぱり何があるんですかね。いや、なんかやって船もそうですし、ハブの港もそうですし、いっぱいありますよね、叙情歌ね。で、個人的に好きなのはやっぱりね、倍賞千恵子さんナンバーワンだと僕は思ってますから。叙情歌を歌わせたら、歌うと倍賞千恵子さん、さっちゃんのその10周年、村上幸子の10周年記念アルバムを出そうという企画の中でね、思い悩んだんですよ。と言いますのはね、当時文芸ものだからね、作詞家もそんなにいっぱい書けるわけないんですよ、実曲も。なるほど、そっか、確かにそうですよね。それもう3曲で精一杯なんだけど、先生は、星野先生は5曲書いてきてくれました。でも、あとの5曲どうするんだって考えあぐねた上に、あ、やっぱりこれは叙情歌だろうと。なるほどな。そう思って、で、新潟ってとこもね、北国なんですがね、佐渡があるじゃないですか。海。島。はい。で、これは南の海とはまた雰囲気が全然違うらしいんですよ。全然違います、ね。だから小野さんが見つめて育ったのはいわゆる外海じゃないですか。そうです、ね、私が見つめて育ったのは瀬戸内海だから、またね、すごい静かな、波なんかあるんかいっていう感じの
海を見て育ったんです。だから村上幸子さんが見つめて育ったのは日本海、ま、これはまた違います。日本海ですよね。で例えば、まあ、歌謡曲でいうと「ひばりの佐渡城は」なんてありました。これはまた情緒が違うんですね、うん、太平洋と、うん、で僕なんかは必ず年に 2,3 回台風が通っていきますから。そうか、単体それも半端ない、半端ないです。ですよ、ね、で白い広い砂浜にね、もう木から何かからもう白い打ち上げられるんですよ、毎年 2,3 回そっかそっか、本当に、はい、これはまあ全然そこには情緒がね、うん、まあこの佐渡と別府と、はい、土佐は違うんですけど、まあそんな中で育ったもんだからね、結局母親が歌好きな母親だったもんで、うん、で船とか他にありましたよね、樹上歌で海の歌いっぱい、はあ、うーん、あの、ハブの港もそうですし、はい、結構海の情緒の歌が多かったと思います、はあ、でそんな中で育った時に、はい、でまあプロとしてこうやっていろいろ歌唱研究した時にやっぱり、ね、僕一度出会いたかったなと思うのは倍賞千恵子さん好きだったですね。倍賞千恵子さん、あの実はですね小野さん、倍賞千恵子さんのね、あのさよならはダンスの後にっていうレコードがねうちにあったんですよ。それでね小さい時にそれをその音を聞いていたので、私倍賞千恵子さんの歌声大好きになってます。やっぱりそう、これは私は嬉しいですよ、うん、本当に好き、いい声ですもんね。いい声です。それでね、うん、押し付けがましくないし、うん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 、で特にさよならのダンスの後にはちょっとおしゃれなねリズム、はい、メロディーで、松竹の歌劇団出身ですからね、感想で踊るんですよ。そうか、ステップで、感想で、それは素敵ですね。ほらかっこいいんですよこれが、うん、吉永小百合さんとは違うんです、うん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 、ちょっと違う、ちょっと違う、はい、うん、うーん、そうなの、そうなんです、あったんです、うちに、ね、誰が買ってきたのかわかんないんですけど、とさよならはダンスの後でもいいし、もういい、大好きですけど、うもう叙情歌アルバムが何枚も出てんですよ、あの倍賞さん、もう掴んで離さないですよ僕は、うん、彼女のその叙情歌何回聞いても、そうですか、だからありがたいことにさっちゃんのね、やっぱファンが本当に飽きないと、寝る前にまたさっちゃんのアルバムかけて寝ると、はい、でさっちゃんに例えばデフネ、酔い待ち草、あ酔い待ち草、はいね、はい、でハブの港も入れました、その中に、そうだったんですね。でもさっちゃんのねやっぱり独特のまた、うん、倍賞さんはちょっと明るく歌うんですがね、うん、はい、さっちゃんはね妙に切ないんですよ。わかる気がする、なんか、ね、切ないんですよ、こう暗いところにぼーっと明かりを灯すようなね、そうなんです、なんかあの感じがね、うん、なんかいいですね。私もファンなんです、村上幸子さん、ありがとうございます。でこれがやっぱりね日本海なのかなと思う、はい、なるほどね、やっぱりあの海の日本海の雰囲気なの、うん、でそこ行くと倍賞さん江戸っ子じゃん、そうか、キレがいいじゃん、確かに江戸っ子の下町、そうですよね、江戸っ子の下町ですから、そうか、下町の太陽ですから、あ本当ですね、うん、あやっぱりなんかそういうのってね、あるのかなと思いますしね、なんかねないとは言い切れない、むしろ終わりだろうというぐらいの気はしますね、はあ、なるほどな。僕ね空さん大好きだからね、見る何回もビデオで見るんですけどね、やっぱりね誰も知らないと思いますけどね、桜のバラードっていうね歌があるんです。あ、そうだったんです、うん、彼女が歌ってる、あ本当に、え、じゃあ、 あの倍賞さんが歌ってる、もちろん桜のバラード、あー妹桜の、え、あのそう、それはお兄ちゃんをね、はい、心配した歌なんですよ、そうですか、渥美さんで出足がね、はい、江戸川に雨が降る、うん、今日はでセリフが間に1番と2番かなんか入って、今日はどこ行ってるんだろうお兄ちゃん、ずっと心配して待ってんのにとかってセリフが入ってんね、うん、はい、江戸川に雨が降るっていう出足で、で詩が山田優衣さん、ああ、そう、あの監督の、監督の、はい、それで曲はね、やっぱりあの映画音楽すべて、はい、
担当してる山本直澄さんかな。あ、そうですか。俺もなかなかの名曲ですよ。知らなかったの、ちょっと悔しい感じなの、うん、悔しいでしょ、はい、あのもうぜひ YouTube かなんかでこれは悲しい、思いっきり検索しようと思います。検索してください。はい、桜のバラード。